はい、どうも南翔です。パカオラオというレストランに来ています。パカオラオレストラン、はい、まあ、ここしかこの名前書いてなかったみたいなんで、まあまあ中入っていきましょうか。こんな感じのレンガの作りのお店なんですけど、お寺の後ろにあるんですけど、これよりもこっち側にあるお寺がワットインペンっていうんですけど、このお寺ちょっと僕の名前知らないんですよね。でそこの、裏門みたいなところの真ん中、このすごい小道なんですけどね、こんなちっちゃな道のところにあるお店です。ペプシマークも一応あるんで、あれも目印になるかもしれませんね。その隣に北朝鮮の旗が立っとる。あれどうなってんのやろ。これちょっと食後に見に行きましょうか。あー、イラニさんどうも、わかりなさい。ちょっとだけ見に行きましょうか。ちょっとおしゃれな作りでしょう。まあ、店内はその奥の方へ行くとちょっとオープンテラスっぽくて素敵な雰囲気のとこだったんですけど、ディスカウント 20% オフ、何やろこれ、ブティックホテルって書いてある。なのに北朝鮮の旗なの、ブティックホテル。めっちゃ綺麗なホテルなんですよね。あ、これ車が来ました。アジンさん、ラッシュサーク、晩飯食いに来ました。ここはね、またあの市の中心部あたりなんですけど、チャオアヌ通りからもここ一本かな。まあでもチャオアヌ通りがこっち側、これ手が見えんな、反対にしないと、こっち側にあります。チャオアヌ通りからもうすぐみたいなとこですね、ここ。パッカオレストランなんですけど、あのラープが美味しいと聞いてきました。ラープがですね、ラープ、辛味炒めみたいなやつですけどね、牛肉のラープがすごいここはうまいっていうので、まあラオス実は牛もうまいんですよみたいなことを、その本、ホームページかブログかなんかにも書いてはったんですよね。あとで塩味揚げに来ていきますご存知ですよね。あの多分ね、いいねくれたんですかね。多分それで俺知ってるのかな。そうなんですよ。あの塩ラーメン屋に本当に行きましたんで、ノーネムさん、マコツです。どうも。ビエンちゃんにいるんですけど、僕、ビエンちゃんの、晩飯でラープ送りに来ました。そんな怪しげなホテル絶対に泊まれたくない。怪しげなホテル、何かてな、ブティックホ、でもあれどうなんですかね、ブティックホテルのところから確かにニョキッと出てるんですけど、あのなんかね、またほらほら、他のとこの 国道にも、秋田のねそうですよね、あの他の国道とかでもソ連、旧ソ連マークと、それから北のマークがあったじゃないですか。で、あれなんか無理やりつけさせられてるのかもしれないですね。もう牛の麺なので、牛のね、ちょっと可愛いですね。グーの方がちょっとグッとくる感じですか。お水が出てきました。ラープは無、いや、今回はあれですね、ラープヌアで、牛の方のラープを食べます、僕。ラープは実際にはそうですね、例えば魚のラープもこの旅行中に結構食べてきましたし、魚じゃなかったら、まあ鶏肉のラープもありますしね、牛肉も豚肉も、ラープ結構いろいろ広いですよ。あ、ポッキーもありますね。ラープ味ポッキーありますね。で、まあ僕ここでだから牛肉は本当にちょっと食ってないなと。でラオスの牛肉がうまいっていうイメージが僕にもピンときてなかったんですよ。でも隠れてうまいですからどうぞみたいなのがあって、こう思い出してみたら本当にずっと前のことなんですけども、北の方の、ラオス行った時、もう北のだいぶ果てに近いところに行った時なんですけども、あ、プリッツも、あ、プリッツの方か、あ、そうか、プリッツのラープ味か、あれ
水牛はどうなんですかね。僕あの水牛を水牛と思って食べたことがないんですよね。でもさっきのが水牛だったみたいな風に言われても、あんまりこうタイの肉として考えると違いが分かりにくいところはあるかな。なんかあの明らかに硬かったりするらしいんですけども、そういう意味では水牛に会ったことないんかな。あ、プリツでしたね、プリツ。牛が美味しいイメージがまあなかったんですけども、まあ、牛肉ランナップそれ思い出したんですよね。北の果てで食べた時にすごい美味しかったの。そっからしばらくちょっと忘れてたんで、これはちょっとチャレンジするべきだろうと思ってこの店に来ました。でもお客さんも少なく、ただね、まあ、そのブログか何かを拝見したページでは、なんて言うんでしょうね、こう、まあ知られざる名店みたいな扱いだったんかな、やっぱり、まあ、よくわからないですけども、まあまあ、お客さんもまあ結構少なくなんですけど、これ、まあ、ラオスのあるあるなんでね、混んでる店イコール本当に美味しい店かどうか、分かりにくいところもありますんでね。というようなことで、まあ、お届けしてます。一応ねこんな作り付けの水槽があるんですけども、コンクリートで固めた水槽があるんですけど、その真ん中に、まあ、これがここが著しく情緒があるというかないというかまあラオスらしいというか、あるいはこれかよかなんですけど、まあ、鯉はいると。知られざるまま終わる名店かもしれないですよ、これかもしれない。そうなんですよ、結構大きな鯉なんですよね。向こうの奥の方はそうでもないんですけど、手前の鯉は立派な鯉ですよ。鯉と鯉なんだよね。そう空気入れてるのかな。まあそうですね、ちょっと高いところからこう垂らしてるので空気入れてるっていうことなんでしょうね。あ、牛肉ランナップ来ました。来ましたよ。顔に音。さあ、ちょっと写真撮らせてください。はい、ということで、画面戻ってきました。鯉は味噌汁で食べると、あ、そうなんですか、味噌汁なんですね。あ、一応これ膝掛けがちゃんと出てきましたよ。ちょっと一回置きますね。まあ、こっちは僕は丸めて食べる時もあればそうでない時もありで、いろいろですね、僕。しばらくここへ、三脚は置いときましょう。さあガツと行ってみます。あら、ポロポロ行ってる。なんか肉的にはかなり締まった肉のようなイメージがありますね。牛の赤身の部分の美味しさがこう。どんな表現しようかな。まずね、ちゃんとラープで炒めてあるんですけど、火の加減がいいのか、生の牛にの風味がするんですよ、すごい。
あ、だからこれ炒め系じゃない、ごめん、あの炒め系じゃないです、このラープのゆで系のラープなんですけど、ゆでて火の止め方が絶妙なところで止まってるんで、ちょっと生っぽい雰囲気が、あのレアな感じがするんじゃないですよ、風味が生っぽい感じがするんですよね。で、辛さは唐辛子1本出て頼んだんで、あのぴったし唐辛子1本分の味っていう感じがするんで、まあこれ全然僕の本当に、あ、辛さはちょうど、そう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 、そうなんですよ、こんな感じなんですよね、あんまり辛くないようになりました。あ、肉オイル出てますね、肉とネギと、それからあとここのやつって、あ、でそれにあの入った米、入り米を振りかけて混ぜてあるという感じですね。うん、このラープは納得ですね。うん、あの素材のうまさ、肉の素材のうまさっていうのが、あの割と前面に出てて、もちろんこのハーブ的なスパイシーな味、唐辛子も変わってましたしもするんですけども、うん、あの素材がすごいいい感じっていうのを手助けしてるような作り、やっぱり日本人に向いてるような気が本当しますよね。結構今日のカオニャオは熱いや、熱々です。あ、でね、カオニャオの話なんですけど、あのさっきマッサージ屋さんで、あの、まあ、その方もタイでどこに行ったことあるって聞いてみたら、チェンマイぐらいまでは1回だけ行ったことあるとかね、いう方だったんで、あのどうしてタイのもち米とラオスのもち米比べたらタイのは1日でカチカチなのに、ラオスのはこいつまでもあの食べられるんやろみたいな話をしたら、あ、それはねって言って詳しく教えてくれたんですよ。なんですけども、ほとんどが分からなかった説明の、ただし1個だけ分かった説明があって、あの電子レンジで温めるとあの固まるのが早いみたいな話でしたね。でもどうなんやろう、ああいう店って電子レンジでやってるんやろか、やっぱり多いんかな最近。まあちゃんとした遺産料理の店じゃないとそうっていうのはそうかな。あ、キュウリが手抜き、これね飾って切ってる感じじゃないですね。あの実はですね、キュウリが僕のあんまり好きじゃないキュウリの雰囲気がすごいするんですけど、ただしちょっと水、いつもよりみずみずしい感じがプンプンしてるんですよ。またこれもいつものようにひょっとしたらラオスの美味しい野菜に変化してるのかもしれないので食ってみましょう。あ、なるほど、あのみずみずしくていっちゃいいけど、やっぱ味は好みじゃない悩みのキュウリでした。キュウリはね、当たり外れ大きいんですよね、本当に。あのタイでも葉っぱはミントのような、あ、そうですね、ミントです。ちょっとここまで気持ちで来たんですけども、ちょっと一回ここらでスタンドにしましょうか。ほうほう、ジンさんヒラリに参加してるんじゃないですか。そしてヒラリさんが笑、はい、まあ、またあの残念ながらこれ折りたたんでこうお見せすることはまだできないんですけどね、まあ、この外をちょっと見ていただきながらでよろしければ。なんか焦点が当てないことないですか。そうですね、これに焦点が当てますもんね。
やりしてますね。しばらく落ちてたら治るんかな、どうなんやろ。で、あと言い忘れてた、あのこのラープはだいたいライムがかかってるんですけど、これもライムがちゃんとかかってます。この辛いのと酸っぱいののブレンドで振るのって僕は大好きなんですよね。大切だとご飯はラップ使ってる、そうでしょ。ラップ使ってるのの理由が多分そういうことだと思うんですよ。なんかどっかの枠で話しちゃったような気がするんですけど、とりあえずラップでくるんでるのは、あの手にベトつかないためっていうのも一つあると思うんですけど、もう一つ、いいのカチカチにするのを遅らせてると思うんですよ、あれ。めちゃめちゃ。今喋ってる女の人がもう喋るのやめちゃったちゃいましたけども、あの人がタイ人じゃなかったらめちゃくちゃタイ語うまいですね。なんかね、タイ人を本当に見なくなったんですよね。中国人が増えていくのと正比例して、こういう感じで、バイサラネーって言うんですけど、ミントと混ぜました。ミントと一緒に食ってみましょう。はい、これはまたこれで、あ、いや、しました、わかりました。ノーネームさん、ありがとうございます。まだ、まだです。バイサラネそうそうそう、バイサラネね、バイサラネ、バイが葉っぱで、サラネがこのミントの意味なんですけど、ミントの爽やかなね、香りがこう、酸っぱさと合うじゃないですか、あのライムのね、それすごいあるのと、それからミントって、まあ例えばタイとかではケチクサワザに本当使うんですけど、たくさん取れるんでしょうね。そうすると苦味がね出てくるんですよ。ミントの葉っぱ自体の苦味が、それが肉とすごいよく合ってる感じがします。まあ、サラネーサラネーさん、どれぐらいかつて暴れたかったでしょうね。名前からお見受けしてだいぶやばい方と思うんですけど中国人来てホテルの値段、そうですね、多分そういうホテルの値段っていうのはあると思います。ただ僕こんな感じで感じてるんですけど、ホテルが軒並み値段を上げるっていうよりも、まあ、今回も名門ホテル、そのあれぐらいの規模なんで、かつての名門ホテルというだけであれですけども、この名門ホテルがこう潰れてるところからも考えて、新しくオープンしてるホテル、特に中国人が来て中国人が建設してるホテルはすごい中国人客を意識して、しかもまあ値段を上げるにふさわしいなと思うようなホテル作ったりしてるんじゃないですかね。そっちの方が上がってるような、なんかそんな気がして、でそれに合わせて周りの物価がちょっとずつこう変わるのかどうかみたいな、そんな気がしますね。
あの僕ビエンチャンのホテルの値段見たんですけど、なんかこう僕もあんまり数字弱いんであんまり覚えてないんですけど、印象は去年とは変わってないかなっていう気はしました。全体的にみなみなショーと同じぐらい皿ねえ、皿ねえってなんか呼びやすいな。サラ姉さんどんな方なんでしょう。あのジャズ歌手、あのジャズ歌手のサラボーンさんみたいな方なんでしょうか。うん、ほうほうと。カオニャオはちょっとレポートしてなかったんですけど、ちょっとお見せしましょうか。マヨでですね、手に取った時にベトつかない、すぐに転がせる、ほら全然ついてないでしょ。これつぶつぶとか、まあもちろんねちょっとしたねっとりとかありますけど、つぶつぶとかつかないんですよね。ですぐに簡単に握ることもできます。で握れば当然ここに粘着のものがつくので、指には本当に粘着するものがあんまりつかないような感じでできたりするんですよ。あ、これはそういう、そうこういうのが好きで始める人とかいるかもしれないですね。で、まあ、また次取ってサラ骨になってる、サラボーンかボーンね、おおってね、これ子供遊びそうでしょね、本当に寿司の練習もいらっしゃいませ。あのね、実は本当はじゃあちょっと今日はやりましょうか。僕いつもやらないんですけど、あのどれぐらいかな、もうちょっとちっちゃくかな、ちょっとよりちょっと、まあこんなもんか、まあ丸くするじゃないですか。で寿司っていう話が出たんですけど、実際ね寿司っぽく食うのは食うんですよね。これこうやってここと一緒にこうやってつまんで、でこうやって手で持って、でこうやって食べたりするんですよね。でこう次を取ってこのまた握っていってしまうので、指はだいぶ綺麗にはなっていくんですね。これを繰り返して、繰り返してというか、あの繰り返すとだんだん当然ついてはくるのか、くるんですけど、こうやって次のにつけることによってあんまり残りはついてないっていう、まあ、そんな流れで食えるんですよね。で顔にのだけのやつを今、まあ、食ってるんですけど、あのやっぱりすごい美味しい顔に合う、ここのにはすごい美味しい顔に合うんですよ。まずふかふかしてるし、で全然くっつかないし、米が粒立ってる感じがするし、だから消化に良さそうな感じがしますよ、あのこういうやつって。で甘みがやっぱりすごいですね。さすがふっかふかで出てきましたから、美味しさがちょっと他の店とは違いますね。ここはなんか皿的にはもうこれで十分なんやけど、もう一品ぐらい行きたいような気がするんやけどな、まあ、食いすぎかな。もうちょっとずつしか食ってないですけど、
塩ラーメンなのか塩ラーメンじゃないのかがまあ一個ね、まあこれはまたあのご覧になられてない方は皆さんあの YouTube で動画アップしたので、まあよろしければご覧ください。まあ一応説明すると、あの、去年僕ラオスに行った時に2回、塩ラーメンと呼ばれて、あのリスナーさんからは名付けていただいたラーメンを食ってるんですよ。YouTube に上がってますよ、上がってます上がってます。僕のツイッターをたどっていただいたら分かると思うんですけど、僕のツイッターのとこで告知を多分出したはずです。ジンさんは多分そこで探していただくのが一番早いかと。まあこうなったらね、あの配信の本当にいいとこで切れたので、そのさっきの説明の途中なんですけど、塩ラーメンと呼ばれてるラーメンなんですけども、それは、普通の塩ラーメンじゃなくてめちゃくちゃ塩の味しかしない、ひたすら極塩ラーメンなんですよ。その日本で極塩ラーメンって発売するのとはちょっと塩分濃度が違うぐらいのラーメンなんですね。で、僕はそれをですね、去年、2軒食ったうちの1軒ビエンチャンにあるんですけど、僕が今ビエンチャンにいるので、その、塩ラーメンのお店発見することができて、同じ店でしかも多分同じぐらいの位置のテーブルで配信することができたんですけども、って言っても電波障害でとあの一番いいところで切れちゃったんですよ。なんでここでみたいな。でも、まあ、そこで、切れてですね、あのさあ今年は同じ店で同じ塩ラーメンと塩、まあ、塩ラーメンっていう注文はできないんでね、同じ注文の仕方で全く同じ料理を送ってみたんですけれども、さてそのラーメンは去年と同じ味か、それともまた新たな味を俺は発見するのかというような、そういう動画です。ということで、ご覧になりたい方は、この、僕の込みの新着状況にも、連絡帳メモメモっていうコーナーがあってですね、ここの多分一番上にリンクが上がってると思いますんで、よろしければ。あ、赤字かですね、本当に。そう。いや、食べる直前でもないんですよ。あの時、新見さんがいらっしゃってて、で、お忙しい中、珍しくね、来ていただいてることだと思ったんで、本当に失礼こいたなと思うんですけどね。あ、しょっぱすぎる塩ラーメン探しのために出た、主の予感がすごくて来ましたと。どうも、大地さんもご存知かとは思うんですけど、塩ラーメン の動画アップしておきましたので、もしよろしければ楽しんでみてください。なんか動画の今流れてる配信の方は雨の中をこう走っていくかわいそうな人々の姿になってるかもしれない。あ、同じ店です、同じ店。あ、拝見いただいたの。ここに46枚。来ましたね。でも、あ、そうか。金さんのコンテンツ、これで47枚になった。もうこれちょっと本当に、スクショさせてください。入った。もうすごいデザインのトクトク。あ、まあそうでしたね。ちょっといかついデザインのトクトク多いんですよね。無骨な乗り物が結構ラオスではいっぱいあって、ソ連と仲良かった時代にはね、ソ連製のが入ってきたりとかね。47枚ですよ、本当に。はい、ということで皆さんすいません、これコイン使わせていただきます。もう絶対僕この商品コインはもう消費できない量をいただいてますので、ベトナムみたいなデコトクある、あ、いや、そんでもないな、ラオスは。もうちょっと質素ですけどね。
四角くてこうガツガツっとしたようなイメージのが多かったりしますかね。何かの話が途中になりましたね。いくつもの話がこう急によぎりんよぎって何の話してるか分からなくなってしまいました。すいません。もう一皿行きたいのは行きたいっていう話はずっと思ってるんですけどね。もう少し質素でありながらゴツゴツした形状はてな。ある意味そうかもしれないね。ある意味そうかもしれない、このイメージはないではないよ。しかし本当旅もあっという間っすね。僕明日帰りますんでね。明日の朝11時ぐらいには空港に着かなきゃならんのじゃないかな。2時間前、と考えたらそうですね。説明しよう。さっぱり妖精の折しが話題持ちさせて。どうですか。やつを盗んでいきましたよ。あなたの心っていうやつです。さっぱり妖精、さっぱり妖精もいるんですね。あ、さっぱり妖精っているんですか。そうなんや。造語じゃなかったんですね、さっぱり妖精は。あなたの財布でそれ犯罪者じゃないですか。本当とんでもないものを盗んでますね、それは。あー、さっぱりさっぱりね。いや、さっぱりしたいっすよね。でも、さっき僕初めて人生初のハーバルボール体験をしたんですよ。あのマッサージ屋さんでこういろんな乾燥させたハーブみたいなのをね、蒸し器に入れてこう腰に当ててくれる、あれプラスマッサージの1時間コースですごい復活しましたね。あの特に腰はもうすごい、なんかこうバスね、あの変な椅子バスのところからガチガチだったんですけど、あそこから解放されましたね。かなりイケてます今。で僕ちょっとあの一つ、まあ感想にしかならんかな。あのこれから体験しようとする人に何かっていう話じゃないのかもしれないですけど、あのハーバルウォールが熱いっていうのを感じるんですけど、もちろんね蒸してるわけですから、あのしばらくこう例えばふくらはぎとか、こうポンポンとね、腰のあたりとかポンポンとこうあのポンポンとじゃないか、あのギューッと押し付ける感じかでこう熱くて回っていってくれるんですけど、それが一通り終わったらしばらくあの置いといて放置するんですよね。多分だからこうここには置いといた方がいいなっていうのをこう
あの揉んでて分かるんでしょうね。あ、さりげなくグルメはもうちょっと食い終わっちゃったんですけど、この枠の最初がラープを食べようってことだったんですよ。牛肉ラープで、パカオラワレストランっていうところでこれ飯食ってますね。実際本当にうまいラープでした。牛肉の素材の味が生かされた。しかもなんかあの茹で加減でこう生肉の美味しさが混じってるんですよ。風味が生肉っぽい感じがあって、こう例えば嫌いな人は薄臭いって感じるのかもしれないですけど、僕はなんかこう食欲そそるこう香りっていう感じがしましたね。ハーバルボールラストシーン、何でしょうこれ。これハーバルボールなんですか。これこれマジックショーで出てきた玉でしょ。あ、ご紹介ありがとうございます。あ、だいぶ詳しいのが出てきましたね。でありがとうございます。素晴らしいですね。まあ、僕は最後にこれをあのこの狭山を食って終わりです。キュウリはちょっと興味がなくなったので申し訳ない。いや絶対うまいですよ。めちゃくちゃうまいですね。でも本当贅沢なもので、まあこの店はそんなに高くなさそうな、あでもなビエンチャイやしな、分からんな。これ見よが知りてこれね、タイでは普通そうするんですよ。あの例えばこれもそうなんですけど、これまあもち米ね取るじゃないですか。でまあこねなくてもいいんですけど、僕こねないで食うのも結構やるんですけど、まあ、こねても食うんですね。でこねた状態でさっきラープがあったらラープと一緒にこうつまんで食べるんですけど、おっとすごい音鳴ってきたぞ雨が。効果音としては抜群ですね。ドドドドン。そして、汁だけになった場合には汁をつけますみたいな、まあ、こんな感じです。俺の論理、そうか、カメラワークにあるんですね。カオニャオも美味しいので結構速攻なくなってしまいました。もう最後のアタックスコールですね。これスコールです。スコール、当たると血だらけになるウォーターカッター並みのゴール。ウォーターカッター怖いですね。そんなん怖いからラウスの雨がきつい。まああの屋根の言葉ありますけどね、こういう屋根がタイでは結構少なくなってきたのもあるけど、あのどこでしたっけね、話だけはしたかもしれないんですけど、あれパック…違う、あのあれターケークか、ターケークでの市場で豪雨にあって、昼に豪雨にあってしばらくこう駐車場なのか倉庫なのかわからんみたいなところで、ね、待機してたんですけど、でっかい屋根のところ本当良かったんですけど、そこが全体的にトタン屋根ですごい音してました。ブオーンって言ってて、ある意味あれですね、あの結構ノイズ系の音楽とか好きな人だったらあんな音になったらあれなんじゃないですか。いきなりあの踊り出すんじゃないですか。もう一品行きたいなって言いながら二つを完食したら、まあちょうどいいっぽいや、ちょうどいいっぽいです。でもまだ何かちょっとつまめるって言ったらつまめるぐらいなので、
これ雨の状態によって決めましょうか。雨がもうちょっと小降りになってきたら他の店にちょっと行きましょうか。トタネ多いからね。そうなんですよ。あーノイズフェチもノイズ選ぶ、まあ、中にはいるんじゃないですかね。こういろんなノイズがねあるので、まあ、あのタイプのノイズ好きもいるんじゃないかと思うので、いるんじゃないですか。そう、トタン屋根に打ち付ける雨の轟音、でこれ雨がちょっと長そうでこのままではしんどいなということになったら、あのもう一品なんか軽いのがあれば行きましょうか。この店ってなんかその一応ねレストランなんですけど、一応鯉が泳いでたりもしますし、まあこんな作りですけどね、こんなところに申し訳ないけど鯉もいるし、なんかスイーツ置いてるんじゃないですか。まあおばちゃんは帰ってしまうぞ。違うのか。ちょっとじゃあ俺雨の様子を見てきますよ。そうですね。あでももうそろそろ感情じゃないなんで、めっちゃこっち見てるので、まあ感情せざるを得ないですねこれは。やっぱり閉店なんかな、そろそろ。違うんかな。21:43なんかそんなっぽい時間ですよね。バカオ、あカパオですか。カパオは。ラオスでは、そうですね、白米じゃなくもち米が多いので、カパオがどれぐらい出回ってるのか僕もあんまり知らないですね。あのラオスでどうなんやろ、カパオは結構出回ってるのかな。あ、川屋に来ました。あ、お疲れ様です。またもし機会があれば。43,000キープ、43,000キープらしいです。やっぱり単位は高いな、どれも。もう払うのが結構ね、これ100,000キープ、まあ43,000なんで、まあ半額ぐらいしますからね、最高紙幣も。はい、やっぱりいろんなもんがね、そこそこはしますよね。でもまあたくさんで食べたのが、あそうか、でもあそこは2品プラス飯とドリンクか。ここは1つのおかずとご飯1つでこれだけですもんね。やっぱ高いですね。あ、538円、まあそんなとこですか。まあやっぱまあまあしますよね。タイに比べてやっぱりまあまあするな。でもまあまあするとは言っても、それがそのまああれですけどね、バンコク価格で言うとね、それはバンコク価格はもっと高い、全然高いですけどね。でもこれナコンパノムの感じとか思い出すと、まあそうかと思って。しかしですね、ここでお金を払ったはいいですけど、外の雨はどうなんでしょうか。これやばいんじゃないでしょうか。お茶。
あれ？あ、あ、こっちゃいない、はい。さあ、ちょっと外へ出てきましたが、まだ雨は降ってますよね。ちょっと、じゃあ、人の邪魔にならないところに行って、ちょっと一服しましょうか。タイの外国人価格の入場料やめるとか言ってる。あ、そうなんですか。あ、ワンコ言いましたよね。なんかあの店に入るときにね、結構ワンワン吠えてたんですよね、あのワンコが。じゃあちょっとどっか置こうかな、一瞬。これちょっと、すいません。あ、タイさん、お帰りなさい。もぐ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 し続けてる。何もぐもぐし続けてるんですか。川屋に行って何食ってるんですか。すごい久しぶりに棒みたいにしてセルフィー的な持ち方に。ここのね、小道の奥の方にもなんか2階建てのあれもレストランと思えるようなもんがあるんですよね。あ、テーブル片付け始めたな。もうやっぱり閉店なんですね。まあ、川屋から持ってきたわけではないね。アスリートさんとそうですね。ちなみにやっぱりね、ラオスなんであんな風にね、あの穴があちこちにこうボコボコと開いたりしますね。ちょっと小さなあの道になると結構まだこういうの目立つんですよね。まあ、ちなみにビエンチャンでも僕一回ね、あれなんて呼べばいいんかな、あのコンドミニアムじゃないよな、だからマンションかアパートの一部屋貸しっていうのをね、まあ、去年その話はちょっとしたんですけど、韓国人の人が自分がどっかへ行ってる間にその部屋は押さえといて、でなんか長期に離れてるみたいなね、ことで、でその間貸しといてくれみたいなので、その人の生活場所そのものだったんで泊まらなかったんですけど、そういうとこ面白いかなと思って、まあ、訪問してみたんですよ。まあ、やめたんですけどね、泊まるのは。そこはやっぱり土の道とかでしたね。もうボッコンボッコンでした。去年までの俺だったら、まあ、去年も実際に行ったんでね、ガンガン走れたんですけど、今年ちょっと、あんな道ちょっと通りたくないですね。トイレに行ってから足を洗いたい俺、父親が風呂に入ってることに気づき、軍足を履いてアトリエの川まで。あ、そういうことなんですか。あ、リンさんどうも、こんばんは。ケイハタシタリさんって。あれびっくりした、ほんまに。何の話なんかなと思って、本当。いや、診断メーカーのね、名前が見えたんで、あ、違うと思ったんですけどね。でもなんかこう レスのやり取りをね、他の方とやられてるのはちょっと見たらですね、なんかこうその方のツイートは表示できないようになってたのがあって、隠れたモヤモヤがね出てきて、これひょっとして本当やったんやろかと思い始めて、僕早い段階で一応いいねだけはつけさせていただいたんですけど、これいいねしてる場合じゃないんじゃないかと思ってね、そんなちょっと慌てた次第だったんですよ。さて、
これちょっと雨がこんだけきついと、きついとというか雨がこんだけ降ってるとやっぱり向こうへちょっと探しに行きますっていうのはちょっとできないですね。ただ、シルクサンドは階段を降りたところに、無造作に置かれている段ボールの中から持ってきます。重要のない情報出したところはそんなあのいい感じグッとくる感じじゃないと、臨時経営破綻した可能性ね。やばい、 iPhone が変換できなくなった。え、どういうことなんやろ、変換ができなくなった。あれか、ひらがなばっかりですもんね。そうか、変換できなくなったって、それかなりやばい状況じゃないですか。マジですか。ランチャピーだよ、やっぱりそうですね。あのやっぱり 店はもう閉めるみたいですね。経営破綻真に受けた唯一のフォロワーさん、宮城さん貴重いや、まあですよ、あの僕もレッスンを見なければ多分そういう思うことはなかったんですけどね。いや本当にあのだんだんなんか、え、これ本当もマジやんみたいな感じないみたいなって、さてはお前偽物だなと、で、あ、出たと、本物に戻った。そう、右の明るい店がね気になってるので、そこにちょっと行ってみたいんですけど、一応雨が降ってるんであんまりこう携帯を濡らしたくないなと思ったり思いながら過ごしてるんですよね。分かってたでしょと言った、あ、変換、うわ変なループに落ちてるじゃないですか。まあ分かってたっていうのは、まあ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 、あのまあね、診断メーカーの名前があるんでね、まさかとはと思って、でもそのまさかとはが本当に来てたらこれはちょっとと。浅い軌道、分かりました分かりました。南氏は純粋な心を持っています。そして手にはタガメを持っています。まあね、ある意味このあれですよ、僕のスマホがもうタガメになってるっていうことかもしれませんよ。よし、ちょっと行ってみましょう隣の店、暇すぎるので。あ、ちょうどゴミ袋だった。スタッサで行きましょうかな。お、ここにも屋根が、どうでしょう。カクテルって書いてますね。アギネスも書いてある、エールズ、ワイン、それからあるなんやろ、え、ビルラーズって書いてるのかな。ちょっと僕には読めないですね、あの看板。あ、でツボルクのも書いてますね。やっぱりあのガンガンビールで行きましょう。まあワインもあるけど、ワインとかエールもあるけど、そういう系のお店ですかね。 あそこにも北朝鮮旗がある。わかりますか、あれ北朝鮮旗なの。やっぱりそうなんですね。あ、ここにソ連旗があった、旧ソ連旗が。ということはあの北朝鮮旗の理由もわかりましたよ。やっぱり社会主義のアピールで、これなんか国を挙げてこれをやってくれみたいな話なんじゃないですか。 N 氏名限定の中に高め ES スマホですといや、まあその通りなんですけどね、その通りなんですけど、いや、こっちは何なんですか。これはめっちゃ綺麗な建物ですよ。これ何なんですか。あ、しかも地下駐車場まである、めっちゃ珍しいラオスにしては。何やねこれ、アンサラ、あ、そうか、これがあれか、さっき見たあのブティックホテルか。そうか、さあちょっと戻りましょう。
とりあえず戻ってきました。遠い国の地、北の人の亡命先になってる可能性ね、まあ、それも本当なければあらずですよ。あ、ラオスってウエスタン感、あ、まあそう言われればそうなのかもしれないですね。ウエスタンな感じっていうのはあるかもしれないですね。フランスの植民地の影響っていうのがすごい強いんですけども、あのビアホールとかああいうなんていうんですか、川沿いのレストランとかああいうのの作りはなんかこうウエスタン風味っていうのが結構あったりするの多いですね。確かに。ちなみにこの前の家はなんかこうあの三角屋根を見ると日本っぽいんですけど、ラオスっぽくもありますね。あの三角屋根は本当に多いんですよね、ラオスには。素敵な建物しかない。そうでしょう。いや本当にね、何やらしても洒落た建物を作ったりしてるんですよ。でもそこになんかそれはそれでまた別の意味で面白いかもしれないですけど、中国系の建物がすごい建ってて、なんかこう雰囲気がすっごく変わっていきそうで怖いんですよね今。あ、吹き捨てる。あ、リーさんおめでとうございます。パチ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 YouTube で、日本語のカイ君がタガメを食べてるシーンが結構衝撃的。日本ザルのカイ君か。タガメを食べてるんや。バクバクって食ってましたか。だとするとちょっと衝撃ですね。まるで積雪を想定してるような屋根。だから激しいねスコールとかがあったりするんで、それにまあ角度的にいいようにしようということなんでしょうねこれ。あ、おつ寝ます。わかりました。ノーネムさんありがとうございます。臨死偽物ではなかったということで、あ、おやすみなさい。ありがとうございます。まあこうなったからには俺もどうしようかな。まあ赤字も来てるんですけれども、まあ一旦ここでまあこの枠で終わるか。ちょっとスマホを持って何かをするっていうのはちょっとやりにくいと思うんですよね。とりあえずレインスーツを着ちゃいます。雨だから。そうですそうです、雨なんでね。傘持って配信棒も持ってっていう形にすると両手が塞がるんで、なんかこういろんなことがやりにくいなとか思ったり。それとも見たいですか皆さん、この辺りを。このあでもこの辺りに行って、まあもう一軒ぐらいどっか行くっていうのもありはありなんですけどね。全然でもそれを言うとお任せしますみたいなお話になっちゃうとは思うんですけども、まあどっちみちレインスーツ着ても僕もバイクでそんなには走らないと思うんですね。まあ雨っていうのもあって、まあ宿に戻るか、それともそうですね、行くとしたらどこがあるかな。まあでも飲みに行ってる可能性はありますけどね。特に宿に戻ったら宿の近くで飲みに行く可能性はありますね。垂直の力を角度をつけて横に飛ばすとそれものすごいなんかゲームっぽいじゃないですか。マンションの数階から落下する赤ちゃんを2人で斜めに強く張ったので助けた。そういうのがあるんですか。あー、ショックがかなりそこで和らいで、でワンバウンドで受け止められるっていう、そういうことなのか。あ、皆さんちょっともうお帰りになられますねこれ。こんな雨が降る中、街がみたいなんて口が裂けても言えない。そうか、大佐はまあそうですよね。あ、レンタルバイクはここに今置いてます。多分置きっぱなしでももうこれ閉店したのも分かってるし、まあしかも僕客だったのでまずほぼ何も言われないんですよね。分かりました。じゃあもう一軒ぐらいどっかまあジュースだけでもいいし、なんかもう一つまみぐらいはいいしで、そんな店をこう探しに行くっていう名目で動きましょうか。僕も本当にこのコンティニューコインいただいたの僕あさってまでは休みなんですけど、そこからはまた連日かなり厳しい駐車したいの違うんかな。あ、違うね。赤ちゃんは泣いてましたけど、横に転がって無傷だったみたいです。あ、そうなんや。泣いてたけども無傷。
まあ、でも良かったですね、本当に。いいっすよ、不利じゃないですよ。いや、まあ、いいんです、いいんです。僕も、どっちみち、暇は暇なんで、なんかやりたいことが何かあるっていうわけでもないので、ふらっと出歩いてみましょうよ、じゃあ。おーと。危ないから無理しないでください。まあ、危なさは多分危なくはないんじゃないですか。っていうよりも、不便さがちょっとあるかなっていう、そういうぐらいのことで。まあ、じゃあ、この位置を、まあ、知っていただくためにも、何でしたっけ、名前は。パカオレストランか。パカオラオレストランか。あ、そうそう、題名にもしてるもんね。このパカオラオレストランをじゃあやめましょう。で、じゃあこれチャオアヌ通りの近くだと思うんですけども、チャオアヌあたりということで、はい、チャオアヌあたりということにしました。それでちょっと周りを歩いていってみましょうよ。車はボコンボコンのとこ来ます、ね、来ますよ。ハイレベルな感じは読めるけど簡単な感じは読めないみたいです。無焦点にしまった。あ、無理のとこよ。そうよでしまったか俺。ありがたいですけど本当にそこで大丈夫ですからね。といや、まあまあ別に全然それは大丈夫です。ここにお寺の名前は書いてないんですかね。ワットらしい書き方をしてないな。何も書いてない。あ、ここにあるじゃないですか。オントゥーテンプル。オントゥー寺らしいですよ。オントゥー寺の、向こう側が表通りなんですね。その向こうに道が見えてるんですけど、ちょっと指させないですけどね、傘で。車が走ってるのがちょっと見えますかね。そこがお寺なんですけど、あのお寺の多分正門側だと思うんですよね。で、裏門側のこの一本道、ちょうど T 字路になってるところなんですけど、こういう風にここが T 字路になってるんですけど、その T 字路の真ん中のところ入ったのがさっきのお店っていう感じですね。で、僕はこっちへ歩いていくんですけど、こっちの方が多分、チャオアヌ通りか、チャオアヌ通りのもう一本隣かの、通りで、この辺りが割と、あれなんですよね、旅行者がたくさん集まってくる、ホテルも多くて、で、リバーサイドで、今日ちょっと雨降ってるんで、もう、どうなってるのかわからないんですけど、夜市みたいなのがよく開いたりするんですよね。その川べりのところに集まってくる人たちもいっぱいいて、世界無傷です。スーパー玉は募集された。無傷、そんなのあったんや。面白い、街自体がね、面白い、本当面白いですよ。なんかこうやって落ち着いた、キュイジーヌバイティナイっていう風に書いてますけど、ね、これキュイジーヌって書いてるからフランス料理ですよね、多分ね。スーツ着た方もいらっしゃってとか、あれですね、こう本当にまた雰囲気が違いますよね。あ、ジェームスさんどうもこんばんは。九州帰る。あ、お疲れ様です、お疲れ様です。やっぱりあれですかね、結構タイは全体的にもずっと暑かったですかね。アリバーサイド夜市、そうなんですよ、があるんですよね。来たばかりですが、あ、わかりました。いってらっしゃい、リンさん。ちょっと手を振れないんですけども、心で手を振ってますんで、いってらっしゃい。予測がつかない装飾が見てて飽きない。ああ、そうですか。あ、メモリーホテルがあるっていうことは、あ、ここはチャワの通りでした。そうか。レンタルバイクもここで借りたんですけどね。
って言ってる間に僕はちょっといつの間にか水たまりにはまってしまったようですけど、靴これあのミャンマーで買ったあれもどき、何でしたっけあのこの靴の形のやつ、あのそのもどきを履いてます。総盤のね、総盤のジェームスね、お疲れ様ですと、心で手をロマンティック、あそうだったらよかったです。ビラボンスポーツバー、スポーツバーですか。でもまたあの北朝鮮国旗ありますね、国旗がありますね。あお疲れ様ですと、これは街の顔を見たくて歩いてるうちに迷子になるでしょうねと。まあね、あんななんか可愛らしくないですか、こういうあの影の取り方がね、あのブロックがね、こうあの日陰を作るタイプのやつがね、ああやってはまり込んでるんですけど、ああいうのも、まあ沖縄の時までは見てましたけどね、それはね、なんかこう古さと新しさがね、いろんなとこで入り混じってるでしょ。あ、クロックスもどき、そうそう、クロックスもどきです。クオリティ的に絶対クロックスじゃないんですけどね、なんかお店に出てきました。ここは何でしょう、ホームラブメモリーズフレンズって書いてあるけど、何やろ、まあレストランですよね、うん、まあレストラン、馴染むレストラン、あ、インディアンフード、インド料理の店でした。でもミゴレン、ナシゴレンって書いてるぞ、それはインドネシア料理じゃないのか、インディアンってインドネシアンじゃないのか。あ、まあガーリックなんとかチャパティとかは書いてるな。でもいきなりミゴレンとナシゴレンはないやろ。あ、壁とかね、そうそう、穴の開き方がインディアン的ホームようやくするとそうですもんね。やばいね、やばいよこんな、なんかわけわからんよ。あ、ハーバルサウナ、トラディショナルマッサージ、ここか、え、ここやったっけ。いや、もっと街の外れ、あ、そう、新しくオープンしたんかな。ちょっとだけ見に行きましょうか。まあ、あの今日僕はあのハーバルボールを当てていただいた直後なので、もうあのこっからサウナっていうのはまあ基本ありえないんですけど、どこがそうなんやろう。こんな中にはこ、それともここの2階か、違うんかな、よくわからないまま路地を進めます。インディアンが作っているインドネシア料理、まあそうなんでしょうね。あ、ありましたよ、ハーバルスチームサウナって書いてますよ。ハーバルって響きは弱い、ほんと弱いですね。あの磁力が強いです、ハーバルは。あ、もう閉まってますけども、ウェルカムトゥースチームサウナってあそこに書いてますよ多分。マジっすか、こんなんあるんじゃないですか。あ、ちょっと写真撮らせてください、すいません。あー、戻りました。ハーバルボールの効能はもういろいろありすぎてて、まあ、あの本当にいろいろありすぎるんですよ。一つ一つのそのなんていうんですかね、ああいうのなんていうんですか、中身生薬なんかな、なんかよくわからないんですけど、あれがそれぞれの、まあ、血行を良くするっていうのはもちろん一番あるんですけども、あの例えば、めまいに効きやすいとか、なんかその内臓の疲れに効きやすいとか、なんかこういろいろ、本当にいろいろ一つずつありますよ。よ、こんなんあった、マジで秘宝ですかそれ。こんなんですよね、こんなん見つける売人、あ、これうまいね、これうまい。愛子さんも言ってきたけど、1階のフードコート以外は閑古鳥、あまりに高級すぎた。あ、その感じ、そうか、でも閑古鳥でしたか。まあでも1階のフードコート以外は確かに空いてますね、本当に本当に。ハーバル全地での、いや本当にね、ハーバルは僕もう生き返りました。ハーブね、まあいろんなハーブ、そうか、生薬、あ、押してしまった、生薬じゃなくて、まあまあね、ハーブ、そうかそうか、そうですね、ハーブですよね。ここもなんかツボルグとか、あ、違うかな、ツボルグとか隣なんかな。
ここもなんかありますよ。デイトゥーナイト、デイトゥーナイトっていうお店らしいです。デイトゥーナイトカフェレストラン&バー。カフェレストランっていうことは軽くお茶もいけるってことですよね。パッションフルーツスムーズソーダ。あ、でも結構な値段はするよな。まあな、まあこういうお店やもんな。まあ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 、ここはちょっとじゃあスルーしましょうか。アイコンサイアムって確かあの内部が螺旋状の摩天楼。あそこは違います。あそこはね、別のとこですよ。あそこは M 工程ですね。これしビッグシーと監視しがいで、ビッグシーは2階建てで、なんていうんですかね、あ の, よのっぺりと、あの広いとこですよ。でビッグシーはスーパーですね。だからちょっと格が落ちる感じですかね。アイコンサイヤマはもうめちゃくちゃあの高級な感じのとこです。あ、ちなみにタイさんが、あの貼ってくれた、あの作ってくれてるあの PV の中では、あの僕が一番新鮮な驚きを受けた、あの何ですかね、流木を拾って作ったみたいな、あの馬のモニュメントみたいなのあったじゃないですか。あれがあのそのあれです、アイコンサイアムです。あそこが韓国バーベキューのお店があるんですよ。世界向こうで、そうです。キンコン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 、正解です。めっちゃ逆走してきてるやん。ええんか。ここは何でしょう。キュアマイ。あ、でもここはあれですね、あのお店の前でパーティーになってるみたいな感じなんですね今これ。あ、戻った戻った、よかった。急にまたユニテルの画面になった。またなんかお金のお金っていうかチャージをうまくできてない不都合みたいなのが起こったかと思った。びっくりした。今日お昼それでユニテルに行ってなんとか解消してきたんですよ。あ、ちなみにこのラオオーキッドホテル、ここはね、綺麗そうなホテルとしてオープンしたのがすごいなんか印象的でした。もう今ね、本当に綺麗なホテルがたくさんできてるんで、もうそんな印象ちょっと薄くなってきましたけど、これができた時はあーっと思いましたね。説明しよう。大阪人無視は抜け目なくさりげなくプレッシャーをかけてくる。いや、これはもう純粋な案内ですよ。純粋な案内です。あの、タイはない。なんか、あ、これカオニャオマムアンじゃないですか。カオニャオとね、もち米のね。あ、ここもこうやって料理がチラチラ。そうか、なんかこうこれでちょっと、そうですね、一旦この茶碗の通りのだいぶ端っこまで来ました。川のところは向こうにあるんですけど、夜店みたいなのは開いてるんですかね、この雨の中。ちなみにこんな風景です。こっちはまたお寺なんですけれども、町がこうやってこれぐらいの感じの規模の町ですね。トゥクトゥク、ここにいつもトゥクトゥクいます。この辺はもう本当にあのモロの観光地なんで、トゥクトゥクが必ずこうやっていますね。お、ケバブ屋さん、ケバブサンドみたいなのがありますね。あー、開いてる店もあるけど、あ、違うか、あれもう閉めてんのか。あ、ちょっと閉めてしまってるみたいですね、お店は。ああやって開いてるとこあるんですけど、あれ、もう撤収作業で中に何かこう物を積み込んでるみたいな感じになってますね。よし、じゃあちょっと道回ってみましょうか。
まあ、こんな感じでここ大通りなんですけど、そこの車線1線分使って物を売ってますね。まあ、夜なんでこの交通量が少なくなってっていうのでできる感じですかね。ちょっと込み読みできてなくて申し訳ない。めっちゃ屋台をしてる。頑張ってくれ。ちょっと俺も両手が塞がってて手伝うことはできない。申し訳ない。雨もちょっと激しくなってきましたね。どっかこう米、あ、もう流れていってるな。あ、その前がさ、あ、あれがサイアイコンサイアムでしたからあったんですね。ムシクロマフを PV するっていうことでそこへ繋がれたんだ。ユピテルとユニテルの違い、ユニテルは、どうもラオスですごい強い、電話会社みたいです。そこの、ネット多分ネット専用の、SIM カードを僕は入れてます。思いっきり突っ込んできましたね。やばいやばい。そんな綺麗なところがあると、ビエンチャンのイメージが変わる。まあね、いや本当そうですよ。ビエンチャン本当にね、落ち着いてる街なんですよね。それでいてなんか狙ったようなカビな感じじゃなくて、しっとり落ち着いて可愛らしく、なんかこう洒落た街なんですよ。さあ雨がだいぶひどくなってきたんで、これ多分さっきの道だと思うんですけども、また屋根のあるところへ戻りましょう。こんな感じになってきたか。いや、皆さんにはこうあんまり説明できるところが少なくてちょっと残念症ですね。ちょっと残念症。ちょっと込み読みも今しづらい状況なんです。すいません。しばらく頑張って歩きます。これ本当サンダルにしてきたのは大正解ですね。結構もう水たまりを全部避けることはもうこれは絶対不可能ですね。よしよしよし、戻ってきた戻ってきた。よし、到着しましたよ。はい、戻りました。さあまだでもちょっと吹き込みあるかな。ここでもまあちょっとの間は様子見ましょう。車線を占領、そうなんですよね。ああやって車線を占領して結構出し物出したりっていうのはあったりするんですよね。
ああいうとこはまだ多分だいぶラオスらしい感じがしますよね。まあタイも田舎はそうなんでしょうけど、あんま必要なので無理しないですけど、まあまあ無理しないためにも結構サクサク歩いてきました。油井君がね、あいつウインクをつけてたかな。まあ僕もちょっとね、雨であんまり見えてなかったところあるんですけど、ダッシュしてますね。めっちゃダッシュしてますよ。めっちゃダッシュやな。そこどちらも通信関連の、あ、そうですそうですそうですよ。ユニテルもね、マチがみたいなやつ、いやいや、これ全然関係ないんです。これ全然いいんですよ。僕も何をしようかと思ったぐらいなんで、この状況でコメントを読めたら誰が分かりますよ。そうか、サンダル便利ですけど、洪水時に水に足を突っ込むと、あ、伝染病、そう、まあね、それは確かにあります、あります。それにあれですしね、本当に洪水になってる時には下手したらコンセントからね、電気がこうビビビって放電しててって言って、それで死んでる子供とかもいるんで、まあ大人はあんまりいないんですけど、音すごいでしょ。まあでも本当のスコールじゃなかったですけどね、日本の強い雨ぐらいな感じでしたかね。裏道がどうなってるのか分かって、あ、でしょ、まあよかった、だとそうだったらよかったです本当に。そこを人死以下自粛なんでや、あの車ウインカーつけて、あ、見えなかったんや、やっぱりなんか叫びながら見るのは、そうそう、だからあれが何を言ったんか、ごめんよって言ってるのか、それともおいどけみたいなこと言ってるのか、どっちか分からないのがちょっと気になりますね。大画面シアターモードで見てるんですか、この画面、こんな画面を。こんな画面を街の人たちの本気で出して、これタイではあんまり見られないことですよ。本当にラオスならではです。ラオスでは結構見ました。放電あります、あります。だからそういうらしいところには近づかないようにみたいなね。洪水の時はマンホールが一番危険。ああ、そうなんですか。見えない間に空いてるとか、そんなんだったらもう最悪ですね。雨もちょっと小降りになってきたかな。そうですね、ちょっと小降りになってきましたね。どうしようかな。タイ人はスコールの時は、まあ、すぐにどっか物陰にまずは隠れてますね。で、まあ、でもこんなところじゃないことが増えてますね、バンコクは特に。なんかまあ駆け込んだとしても近くのなんかどっか暇つぶせるようなところでいたりとか、あとまあこんなところにもし閉じ込められたら、まあスマホやってますね基本的には。でやっぱ物陰が多いですよね、ソガラオスとはちょっと違ってバンコク。あ、以前、あ、そうか、開いてるのがあったから、あ、そういうことか。あ、ちょっとその時代に僕頭がちゃんとシフトできてませんでした。そうか、そういうことか。もうタクシーでも底穴開きタクシーみたいなのがもうザラみたいなタイですもんね。そうか、それはマンホールの蓋開いてても全然おかしくないですね。そういうことか。日本だと水関連の関連事故があるので川ですけど、こちら電線とか普通に地面にいそう。まあそうでしょう。地下化してる部分もあるみたいなんですけど、あ、本当大丈夫なんかな、あんなことしてて。放浪慣れしてるうちは、主、雨宿りの方法を語る。いや、雨宿りの方法って、まあ、僕はもう所在なしに皆さんのところで喋ってるオンリーオンリーなんですけどね。まあ俺お久ししたんですよね、本当にしたんです、したんです。こんなあ、ピックアップトラックね。あれでも今のバイクで運んでませんでしたっけ、違うんかな。さあ、まあそんな感じなんですけど、俺はじゃあどうしようかな。なんかバイクはここへ置いといて飲みに行くのもありやな。あ、右側の荷台がある。あれですか、あれですか。あ、そうかそうか、これがピカ、そうそうですね。
じゃあそうですね、まあ、あの店とかみたいな店だったら多分放映できると思うんですけども、どうしようかな。まあ、もうちょっと僕じゃあ店をあちこち探してみます。で、そうしてる間にも今何時なんや、22時じゃなくて、そうか、嫁にねちょっと電話をかけとこうかなと思いまして、まあちょっとだからこの枠で一回切ろうかな。で、あたりプラプラしてみて、また面白そうなところがあれば配信みたいなことにしようかな。まあ、それを皆さんとね本当は探すのがベストはベストなんですけども、まあなあ、ちょっと本格的に探したい気もするな。せっかくまあビエンチャンですからね、選択肢がすごい多いし、多い場所に来てるので今というような感じで、まあとりあえずじゃあこの枠で一旦終わることにしますよ。で、また新しく行ったところが面白そうなところで始められそうだったら、まあ、始めることにします。まあね、本当はね回しててウェイが一番良さそうなんですけどね。お疲れ様です。いや、ありがとうございます。まあじゃあまたどこかでやります。で、昨日はちょっとね本当知らない間の疲れがこう結構本当に溜まりすぎてて寝落ちしてしまったんですけども、申し訳ない。どっかでまたやりますって言いながらね、次の日配信やったね、回しながら上、あ、そうそうそう、動画をねもう撮りながらウェイ感覚でね入っていった方が、多分ねそういう意味でのウェイって言っていただいたんだと思うんですけど、ウェイ感覚で入っていって、で配信もしながらまあ楽しくやろうよみたいな感じがねいいみたいな。またどこ、あ、ジンさんもありがとうございます。しかしご電波いい、あね、この辺り電波いいんですね。でも切れてる時もありましたけど、お疲れ様です、ありがとうございます。あ、腕交差してる、乾杯ね。そんなあったら本当にすぐさまお知らせします。はい、ということで、じゃあまあそろそろ終わろうかな。はい、じゃあこの辺りでまた回せるときに皆さんお会いしましょう。それでは、どうもです。お疲れ様でした。のっしー、ありがとうございます。お疲れ様でした、ありがとうございます。そういえばそんな話ありましたね。楽しそうに入っていけば配信いけるんじゃない、 あったでしょ、塩ラーメン見てきます。あ、わかりました、ありがとうございます、ありがとうございます、とありがとうございます。じゃあこの間にでも塩ラーメン楽しんでください。では皆さんどうも。